これじゃなんかあの暗いんですよね。でこの懐中灯を使うのじゃって言われる懐中灯をですねこう照らしながら歩くんですけど、でまあいろんな至るところにこう隠し扉とかはないんですけど、まあちょっと本当迷路ですねがあるんですよ。でもなんか忍者さんが何人もその迷路の中にいて、気づいたら後ろとかにいるんですよ。怖いんですよ普通に音が忍者だから音がしないんですよ。なんでハンコ、あ、ハンコ見っけとやってこうパッとしてやったねとやって1個目とやったらお見事でござるとか言ってました。なんで行ったのみたいな、なんで行ったのみたいな、なんかそうで、2つ目とかもあ、2つ目ポンとしたら 上にね、上に天井のなんか上に張り付いてなんか3つ揃いましたかなとか言ってるんですよ。あと1個ですみたいな、すごいカオスで何みたいな、音もしないんですよ、本当に忍者だから。でもたまになんか手裏剣とか落ちてたりとかするんですけど、なんかでこっちからなんかちょっとドアとか開けようとしたらハッと出てきて、そこは関係者以外入れないでござるよ注意とかして取られてるんですけど、そんなんで結局ね怖いんですけど、すごいお化け屋敷に似たようなね、驚かされるわけですから、すごく似たような感じで、まあ、無事ね、すごくなんていうか悪趣味ですよね結構気づいたら後ろにいるっていうびっくりしますから本当に迷ったりとかしてもさっとか現れたりとか、結局人間何がしたいか分かりませんもんね。はい、そうなんですよ、まあ、人を楽しませているということなんですよね。でなんかまあ帰りに参加費として300両を頂戴するとか言われて300両みたいな300円あ300円取られて、なんかお面をね、狐のちょっと和風のお面とかをかぶって走り回ってる忍者とかもいるんですよ。たまにいるんですよ。こうやってもう怖い、怖いから暗いからゆっくり歩いてたらパッと出てきたりとかするんですけど、その辺とかもね、まあ友達言うとそこは全員バイトさんらしくて、で、別に狐のお面をつけろとか言われてるわけでもないし、そのこういう口調で喋るとか言われてるわけじゃないんですけど、皆さんすごいなりきってるので、ニンニンとか言って、でなんかお面とかも自前らしくて、でなんか旅とかも全部で忍者を隠してるんですよ。で全部自前らしくて、でちょっとねこうボディはあるんですけど、その旅とか髪の毛とかすごいですね。まあ一度ね皆さん忍者居酒屋の横にある忍者迷路をねちょっと忘れてたら面白いのでネタの一つに行ってみたらいいかなと思いますけれども、はい、というわけでものすごい、ね、迷ってね、結局は最後はね3つ揃ったらいきなり忍者が現れて、お見事でござる、また来て来た来たみたいな感じで、もう最後ぐらい分かってるんですよ。なんでなんかあとは出口を探すだけでござるよって言われて出口教えてくれないんですよ。3つ揃ったのに結局なんていうかまだ迷路は続くみたいな感じでこう道を探して、すごい後からね戻ったりとかいろいろして結構かわいい、30分ぐらいかかりました。そんな感じか。はい、というわけでね、ものすごい面白い迷路だったんですけれども、まあ、次はね何でしたっけ、あ、道を見つけたという曲ですね。はい、聴いてください。I have found a way.